絶景プロデューサーの志保と申します。私は絶景というものをいろんな手段を使って多くの人にご紹介することを仕事にしています。私がこの活動を始めたのが2012年なのでちょうど10年前になるんですけれども、もともと新卒で広告代理店に入社をしたんですね。でその時の広告代理店の新人研修の課題っていうのがきっかけでこの絶景の活動をすることになりました。私の旅行のスタイルっていうのが結構電車とかを使って公共交通機関で移動することが多いんですね。なので車だったら大きい荷物たくさん持ってってその場で選んで使うということができると思うんですけど、こういう公共交通機関で移動する場合っても小さい荷物にキュッとコンパクトにまとめて、でしかも旅先で出しやすい使いやすいということが大事になるんですね。でもともと使っていたカバンもあったんですけれども、もっと自分らしく使いやすいカバンがあったらいいのになっていうのをずっと思っていた時に、オリジナルのカバンを作ってみませんかというふうにお誘いをいただいたので、よしということで、作らせていただきました。結構私の場合小物がどうしてもたくさん出てきてしまうので、それを整理できるといいなっていうのがまず一つ目の大きなポイントなんですけど、一般的な旅行のリュックと違ってここが上下に2寝室でスペースが区切られているんですね。なので下のチャックを開けるとここが屋根がついているので、上からこう潰されずにカメラをこうスムーズに出すことができるんですね。なので旅先で背負っている時でも、今カメラ必要だなと思った時にいちいち下に下ろしてこうごそごそやる必要がなくて、パッとカメラを取り出すことができるっていうのは一つ、カメラバッグとして旅行中に使いやすいポイントかなと思います。さらにカメラバッグとして使いやすいのはこの横ですね。サイドからも今のこのカメラを取り出すことができるようになっていて、私も本当に旅行中、今撮りたいのにちょっと一回全部開けるのなっていうシーンが、そういうシーンが結構あったりしたので、本当に片方を背負ったまま本当に片手でこうやってリュックの中からカメラを取り出して、でまたすぐ閉まって移動することもできるので、本当にコンパクトなも撮りながら旅も楽しみながらっていう、そういう全部楽しみたい旅行には最適のカバンかなと思います。であとは他のリュックにあまりないのが、ここの持ち手の取っ手がしっかり丈夫っていうのはちょっと珍しいんじゃないのかなって思います。で電車で移動することが多いので、やっぱり電車の中混んでいる時だと背負っているままじゃなくてちょっと下ろして手に持ったりだとか、人混みに入った時とか、あと海外に行った時ってやっぱり背負ったまま移動できない場所もあったりするので、こう持ち手が丈夫なやつがあったらいいなって私常々思っていたので、今回このオリジナルバッグということで持ち手を丈夫にしたいということは強くリクエストをさせてもらいました。で本当に見た目としても可愛いんですけど、もししまいたいときはこうやって両方の持ち手を収納することもできるので、こうするとまたよりカジュアルな見た目になるので、ちょっと 2way というか 3way というかいろんな見せ方ができるのは、なんか洋服と合わせて変えてみてもいいのかなって思います。海外行くと、本当に治安が悪いところだとそもそもリュックをやめた方がいいかもしれないんですけど、私は結構リュックで海外も行ってしまうことが多いので、そういう時にちょっと不安を、ちょっとそのスリとかのリスクを下げるためにこのチャックの部分はですね、よく見ると南京錠をくくりつけられるようになっていまして、お財布を入れたりだとかそういうところはセキュリティがつけられるのと、あとはですね、隠しポケットがすごく多いんですね。多分買ってからしばらく気づかないポケットもあると思うんですけど、本当にここ100ドル札隠し入れられるなとか、ここホテルの鍵入れれるなみたいな細かいポケットがたくさんついています。で特に目立たないのがこの背中ですね。背中のここにもポケットがついているので、本当に重要なパスポートだったりとかそういうものはここだったら、まずスリに会うことはないので、そういうところも結構意識して作りました。